はい、こんにちは、ザ・ゲームチャンネル99です。今回ですね、ボードゲームギークを主催してますですね、ゴールデンギークアワード2019ですね、こちらのねアワードが発表されましたのでですね、その中身をですね速報の形でご紹介したいというふうに思います。はい、というわけでですね、冒頭にもねお伝えしましたけども、ゴールデンギークアワード2019がですね、発表されましたので、その中身をですね、速報の形ですねお伝えしていきたいというふうに思います。で、一応ねおさらいですけども、ゴールデンギークアワードって何ですかということなんですけども、当ねザ・ゲームギャラリーチャンネルの方では、さまざまなボードゲームのご紹介の時にですね登場させていますですね、こちらボードゲームの総合データベースですね、ボードゲームギークのサイトさんですね、こちらの方がですね主催されております各種ゲームの賞ですね。今年2020年の方で第14回目ということで、ボードゲームギーク好きによるですね、一般投票によって決まる賞ということですね。ボードゲームギークの方にね、アカウント等登録されていたらですね、これが先月ですね、2020年4月のですね、22日だったかな、ところにですね、私の方とかにも、ボードゲームギークのゴールデンギークのファイナルボーティングがオープンされましたで、最終候補が決まったので投票してくださいよみたいなものはこんなの来てましたね。様々な方にもこういうのが来ていたと思います。先日のね、ザ・ゲームギャラリーチャンネルのライブの方でも、どういうノミネートがあったかなんていうのはご紹介していましたね。非常にたくさんのね、ゲームがノミネートの候補に上がっておったわけですけども、で、そしてですね、このボードゲームギークのですね、アワードのゴールデンギークアワードですけども、ゲーム賞を含むですね、全16部門あるんですね。かなり多い方だと思うんですよね。で、一つですね、ゲームオブザイヤーですね。もちろんこれがね、ナンバーワンですよね。ゲームオブザイヤーの賞がありですね、その他には2人用ゲーム部門、アートワークプレゼンテーション部門、カードゲーム部門、協力ゲーム部門、拡張ゲーム部門、ファミリーゲーム部門、そしてちょっと珍しいのはね、イノベーション部門ですね。革新的な要素が入ってますよっていうイノベーション部門と、パーティーゲーム部門、プリント&プレイ部門も珍しいですね。P&P がね、できるっていう専門の部門もあり、ソロゲーム、ストラテジーゲーム部門、テーマ部門もあるんですね。テーマがすごく載ってますよっていうね、感じの部門もあり、ワーゲーム部門、ポッドキャスト部門、最後にゲームアプリ部門というですね、非常に多彩なジャンルが設定されておりました。で、そしてですね、今年ですね、2020年発表されるゴールデンギークアワードの2019ですけども、輝きましたのはこちら、ウィングスパンですね。これかという感じですけども、こちらですね、ウィングスパンの方がベストゲームオブザイヤーというふうに輝いておりますね。これね、ウィングスパンの方はね、もうすでに日本語版の方も出ておりますけども、ザ・ゲームギャラリーチャンネルですね、2019年のボードゲームベストでね、視聴者投票の方から皆さんからいただいたものの中にももうすでに入っている、もう2019年の段階で輸入したっていうね、ゲームの中でもですね、左の皆さんの方で好まれたというゲームになっておりまして、いわゆるですね、エンジンビルドをですね、これから新しい仕掛けになってくるんじゃないかとよく私言いますけども、エンジンビルドの中の一つの代表的な作品になっていて、各自のプレイヤーの手元のところにですね、鳥ですよね、森系と平原系と川系っていう上下の 1,2,3 段に分けて左から順々に詰めていくと、で詰めていった時にそれぞれの特殊効果が発生すると、こういう仕掛けですよね。しかもかつ鳥カードを獲得したいとか卵を産みたいとか餌を取りたいっていうのの要素と合体して、どのランの鳥を動かしていくのか作っていくのかっていうのも非常にこれが面白い、ね、エンジンビルドの中でなかなかよくできてるんじゃないかなという作品だというね話をしておったんですけども、こちらの方がですね、やはり世界的にも評価されてベストオブザイヤーというふうに輝いたということでございましたね。さすがストーンマイヤーさんね、張り切ってますよね。すごいですよね。でただね、今年ね、びっくりしたのがそれだけではなくて、先ほど全16部門というふうにお伝えしたんですが、ベストゲームオブザイヤー以外の全、これですね、全8部門を制覇したんですね。もう当然過去最多でありまして、ベストゲームオブザイヤー以外のアートワークプレゼンション部門ですね、アートワークも素晴らしいと。で、カードゲーム部門にも輝いたんですね。実質ほぼカードゲームですからね、置くだけですからね。真ん中の方ではプレイヤーの方の餌やなんかありますけども、もうほとんどカードゲームなので、カードゲーム部門でもよし、ファミリー部門としても遊べるのもよし、イノベーション部門っていうね、革新的なエンジンビルドというところの代表だと思いますけども、よしと。で、ソロゲームなんですね。
これはいずれご紹介したいと思いますが、実はソロゲームとして用意されているボトですよね、まあ、そこのところのオートマタとの駆け引き結構いいんですよね。なので、ソロゲーム部門の方でも輝いていて、さらにストラテジー部門、拡張ゲーム部門ということで、驚きの全8部門を制覇ということになっておりました。まあ、もちろんね、拡張ゲーム部門に関しては、こちらのウィングスパンのヨーロピアン拡張ですね、ヨーロッパ拡張の方が抱えているので、ウィングスパン単体としては7部門ですけども、まあ、ゲームというカテゴリーでは8部門を制覇したというびっくりしたことになりました。まあ、ゲームの、ね、バランスで、ね、一部のカードが強いんじゃないかとかね、いろいろ言われたりしていますけども、まあ、全体の総合的な評価はやっぱり高いのかなと。で、ストマエさんなんでね、まあ、徐々に拡張セットを出しながらバランスを取るっていういつものね、お家芸でやっているので、ヨーロピアン拡張、この後の拡張もね、もう用意されているとお聞きしますし、ヨーロピアン拡張も近々日本語版が出るようですが、まあ、これらを通じてしばらくずっと楽しめるゲームとして、まあ、認知されたのかなということでございました。いやー、なかなかね、毎年3部門ぐらいとかね、まあ、あったりするんですけども、まあ、この単体で7部門、拡張を入れて8部門制覇っていうのはね、まあこれなかなかもうないんじゃないかっていうですね、まあ、びっくりするような状態でございました。で、残りの部門をですね、合わせてご紹介しようと思いますけども、2人用ゲーム部門はこちらですね、ウォーターゲートですね、まあ、ニクソン大統領のね、まあ、不正をね、テーマにしたゲームですけども、こちらマティアス・クラマーさんの2人用ゲームの傑作ですよね。こちら、ヒダリさんとのですね、2020年のね、クォーター1のですね、ベストゲームの方でもですね、取り扱っておりますが、こんな感じですね、カードドリブン型になっていて、メディア側とニクソン大統領側の方に分かれていって、お互い1枚1枚カードをプレイしていって、駆け引きをすると。このね、綱引きゾーンみたいなのがあるわけですね。このカードをプレイするたびに自分の陣営の方に引っ張っていくんだけど、この中央のボードの方で承認から真ん中の方のニクソン大統領の方に証拠をつなげていくというのをやって証明したいメディア側っていうのと、時間を稼いでいけばね、そのうちニクソン勝つんですよね。ニクソン大統領側っていうのの全然違うこの非対称の構成っていうのを2人用というのがね、非常によくできるんですね。しかもこのカードバランスがよくできてるわけですよね。スーパーパワーになってるカードを使いたいけど、使えば使うほど全然使い捨てなので、次々再利用できなくなっていくっていうのもあるし、この中央の駒を引っ張りたいっていうところのこのね、駒の能力のところと、このスーパーパワーのところのイベント系のところっていうのをどっちを使うかなっていうのを悩みながらやると。お互い強いんですよね。お互いむちゃくちゃカード強いので、どれをいつどの順番で使うのかっていうのを悩むっていうのがですね、非常にこれはよくできていましたね。これね、レビューの方でもね、ギンギンご紹介しようと思いますが、これも素晴らしい作品ですね。これも本当におすすめですね。日本語版出てくれればいいと思いますが、ウォーターゲート事件そのものはね、ちょっとね、馴染みがないのかなという気もね、日本ではね、しますね。そして協力ゲーム部門ですね、こちらですね、ザ・クルーですね、まあ、やっぱり来たかという感じですね。まあ、協力ゲームね、いろいろ物の中にありますけども、これトリックテイキングなんですね。トリックテイキングのところのテーマのところにうまく協力ゲームを載せたということなんですよね。なので、そのテーマ性とゲーム性っていうのを合体したなという感じなんですよね。こちらももうレビューの方でご紹介してますけども、基本はトリックテイキングゲームでマストフォローありの切り札ありというのね、形になっているんですが、毎回やるときに、今はじゃあ宇宙船の方乗り込んでいって次の惑星に使って向かっていくぞっていうことになったときに、じゃあ目標のこのお題カードっていうやつがあるので、この例えば青の3とか黄色の2みたいなやつは、じゃあ春さん黄色2は取ってねとかね、あ、じゃあ僕は青の3取るからとか、あ、じゃあ彼女が赤の2を取るからみたいな、毎回お題が決まってるんですね。しかも取る順番も決まったりするんですね。それを確実に、つまりここになってくるともうテーマ性は薄くなってくるわけですが、シナリオごとに今はどういうシーンだから、例えば相談できませんとか、あるいは必ず彼が2回勝たなくちゃいけませんとかいうシナリオごとに、どのトリックテイキングはどんな風に勝たなくちゃいけない、あるいは勝ってはいけないっていうことを載せていて、みんなで協力していくという形なんですね。まあ、そもそもトリックテイキングゲームで協力ゲームでそんなに多くないわけですが、このなんとなく乗ってるテーマとやらなくちゃいけない、しかも失敗したら何回でも繰り返せるわけですけども、ここのところがうまーく組み合わさってるんじゃないかなと思いましたね。日本語訳付きのねバージョンとかがすでに国内の方でも流通していると思いますが、これはトリックテイキング好きであれば試してほしい作品ですね。ただし先般がかなり結構露骨に決まってしまうゲームなので、あ、ハルさんがうまくカウンティングできないからまた失敗したよなんてことあり得るわけですね。なので、失敗するっていう時に先般が出てしまうゲームなので、かなり気心知れた人と繰り返しプレイして
逆に繰り返しプレイすることによって、あ、原さんの癖は分かってるからさ、彼こういう時ってこれやってるんだよねみたいな筋が読めるようになってくるっていうゲームなので、仲のいい人とですね繰り返し遊ぶのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。そしてパーティーゲーム部門ですね、ウェブレングスですね。いやー、これもねいい作品だと思うんですね。私自身は所持してないんですけど、私のゲーム会とかでプレイしてるのを何度か拝見しましたが、これもまた変なゲームですね。まあ、こんな形のね、これプロタイプの時だと思いますけども、まあ、装置があってこれを使ってプレイするゲームなんですが、まあ、どういう風にプレイするかっていうと、お題を出す人と答えてくれる人っていうのの、まあ、メンバーでねみんなで分かれてプレイするわけなんですけども、例えばこれだったらテーマが、独裁っていうのと、まあ、民主主義っていう、まあ、ここの2つのゲージがありますっていうのがまずカードでドーンと決まりますと。じゃあこの独裁と民主主義っていうのをまずみんなが知っていて、こちらの変なボードのとこなんですけども、この左の方にこう傾いていて、これが点数なんですね。4が一番高いんですけども、このぐらいの割合になるようにみんなに答えてほしいと。こう考えるわけですね。これ一旦見えるんですけども、ここのなんかレバーがあるんですけど、レバーがグーンと左に倒れたら一回これ見えなくなるわけですね。バターッと倒れて、この辺りが何点っていうのを一旦見えない状態にしておいて、他のプレイヤーに、じゃあ民主主義とこの独裁っていうののバランスで、民主主義が多くて独裁が少ない国、じゃあアメリカでこれを考えてくださいっていうことを言うわけですね、お題を出す人が。じゃあ他の人たちがみんなでワイワイ言いながら、この赤いレバーをぐるぐる動かして、このぐらいの位置じゃないのっていうことを言うわけですよね。でそれが決定して終わると、本来この閉じてたやつがガバッとこう開いて、ああもうちょい民主主義少なかったかみたいなやつを当てると。つまり割合を当てましょうっていうゲームなんですね。なので毎回このどの辺が一番点数が高くなるかっていうのをランダムで変わるので、この後ろの点数の位置が変わっていくわけですね。ランダムで変わるので、お題を出す人だけがそれを見て、ああ今回はものすごい右寄りだなとかね、こっち右寄りだなとか左寄りだなっていうのを考えて、ランダム出てきたカードのセットですね、これが必ず対比になってるよね、明と暗みたいな形になってるので、じゃあこれで右側にすごい寄ってるお題ってなんだろうってお題を考えてみんなに説明すると。でみんな、いやーこれそのぐらいじゃないかとかいうのを、まあ、考えていくと、こういうゲームなんですね。非常に不思議な、あったようでなかったこの割合決定ゲーム、しかもこれどのぐらいの角度になったら何点になるかっていうのは毎回変わるということがあって、これも非常に面白い。これも日本語版が出てほしいなーって、やっぱどうしても英語ですからね、元の題が、まあ、簡単なものを書いてますけども、日本語版が出てくるとかなりブレイクするんじゃないかなと思う。このパーティーゲーム部門でウェブレングスが受賞してましたね。これもいいゲームですね。そしてプリント&プレイ部門ですね、タイニーフォーミングマーズが受賞してましたね。いわゆるテラフォーミングマーズのプリント&プレイ版みたいな感じですね。まあいわゆるうまくテーマを載せたなっていうのの、テラフォーミングマーズのよく似たような形のやつのプリント&プレイということになっていて、まあ、こうちょうどねジャストマジックサイズなんですね。マジックザギャザリングのサイズになっていて、まあ、こんな感じの、は火星ですよね。こういう火星のところのすごいちっちゃいんですよ。これ本当にマジックザギャザリングカード1枚分ですかね、いうカードがあって、ここのところに自分のねですね、まあ、コマ置いていくわけですね。でそれでここに火星化していきましょうっていう形になるわけですけども、こういうカードのですね、まあ、上下にこう両方書いてるやつがあって、これをお互い取っていくんですね。でお互い取っていくと、その時に使える資源とかああいうのが全部決まってくるんですね。でそれを使う条件っていうのも同時に決まるってことなので、もらえるその時の資源っていうことと、そのカードを使える条件っていうのがあって、これをお互いピックアップしていきましょうという、なかなかですねこう変わった仕掛けになってるんですね。でどっち向きに取れるかっていうのは最初のセットアップでもランダムに決まってるので、自分の方に向いたものを選択して毎回作っていきましょうと。こういう非常にミニチュアな、これ2人用なんですけども、2人専用のゲームとなっていまして、私何度か去年の秋口ぐらいの方でやらせていただいて、自分の方でも作って試しましたけども、非常にミニマムな感じの、もちろんデラムマグそのものとはまあ違うわけですけども、この地球化する要素ですよね、まあ電気とかですね、まあこの緑化とかですね、まあその辺のところが非常にうまく出来上がっていて、これを試しでやってみるのも面白いんじゃないか。ちょうど今ね、皆さん自粛でなかなか外出れませんのでね、これ日本語版のデータとか公開されているものがありましたので、そちらの方とかご覧いただいて一度作ってみて試してみるのもいいんじゃないかな。これね、ちゃんとね、企業カードとかあったりね、拡張カードとかもあったりして、非常にこれやりがいがある、面白いっていう形のプリント&プレイになってましたね。こちらね、タニーフォーミングマーズがですね、プリント&プレイ部門の方で受賞しているということでございましたね。
で次はですね、このテーマ部門ですね、テーマ部門デューンですね。まあまあそうかなという感じですね。いわゆる砂の惑星ですよね。まあ小説あれば映画の方が元ネタになったゲームですけども、大元はこちらですね。もう子さんのプレイヤーね、皆さんしてて、ああこの箱絵だなというねゲームだと思いますけども、こちら大元の方が出ていてですね、40年ですよね。1979年にこの左のデューンの左の方が出て、2019年の方ですね、この新しいバージョンが出たということになって、40年ぶりにフルリメイクされたこの作品の方が今回テーマ部門を受賞していました。確かね、映画の方もね、まあ、今年放送されるんだと思いましたけども、ただ中身はですね、まあ、昔のゲームなんで、もうガッチガッチのですね、もうまあ超マルチですね。まあ、このね、砂の惑星のところのエリアのボードがあるわけですけども、こちらの方に自分の部隊を降下させていって、この特定の場所をほとんどですね、一人でもう7割8割取れと。で、2人で組んでもいいんだけど、2人で組んだら8割取れと、みたいなね。まあ、そんな無茶苦茶な、取れるわけねえじゃんと、6人とかでやってんだぞ、みたいなね、ものがありますが、それをガチのマルチでやっていけと。まあ、こういう仕掛けですよね。もう毎回も本当にこの砂がね、もう嵐がやってくれば兵士はもう簡単にポッポポッポ死にますし、特定条件にあったらさっきのワームが出てきてそれもまた死んじゃいますし、まあ人の生き死には激しいし、戦闘になったらお互いこのね、戦闘カードね、自分の司令官みたいなやつをね送り込むわけですけども、この司令官の送り込んだスーパーパワーと、いわゆるこのね、オオカマ戦記なんかでよく使うね、このオイルですね、パワーをどのぐらい入れるかね、これが元祖と言われてたりしますけども、このオイルの合計値でお互い戦闘して、お前の駒はのけるのけないみたいなのが、ね、あったりするっていうシステム、そのまま割と簡単なんですけども、このさっきのもともとその自分の司令官を送り込まなくちゃいけないんですけど、あそいつ裏切り者だからとか言われたらあっさり負けるんですよね。裏切ってたのかよこいつみたいなのもあったりして、まあ、本当にこのもうガッチンガッチンのマルチ要素というのが入ったゲームですけども、非常にこれ小説とか映画を見てからやるとよくテーマと載ってるんですよね。それぞれがプレイしているこの担当のまあ家とかがあるわけですけども、まあ、これがこのスペシャルパワーをむちゃくちゃ持ってますが、それも非常にいい感じで、ああこういう人だからしょうがないよねっていうね、スペースギルドとか本当に嫌なやつなんですけども、皇帝も嫌なやつなんですけど、そういう感じになってるんですね。なのでこれね、元のね、まあ小説もね、たくさんあの新しく出直してますし、まあ、映画も今年2020年出ると思いますので、ね、そちらをご覧になってですね、本当にテーマとよく載ってるので、あの気心していた方とですね、マルチやってみたいという方であれば一度トライしてみてもいいんじゃないですかね。私普段あんまりマルチいませんですけども、まあ、この時、まあ、ガチャはしませんでしたけども、いや私ね昔をやってたので、まあ、懐かしくはテーマとよく載ってるなと思いながらプレイしましたね。まあ、こちらデューンがテーマ部門を受賞ということになっておりますね。でこちらのウォーゲーム部門ですね。まあじゃあゲームキャラチャンネルでねご紹介したやつは今年本当にたくさん受賞してね嬉しかったわけですけども、いわゆる不屈のノルマンディですね。いやーこれもいいゲームですよね。もうね去年からご紹介してますけども、こちらワーチェストね、こちらも本当に名作のバックドローですけども、これと同じ作者のね2人組の組み合わせのトレバー・ベンジャミンさんとデビッド・トンプソンさんのこの黄金コンビですね。この黄金コンビによるワーゲーム不屈のノルマンディがウォーゲームも受賞していますね。いや素晴らしいですね。こちらね、あの各ねシナリオがあってですね、まあ、このねドイツ軍とアメリカ軍っていうのですね、さまざまな戦闘シーンっていうのを描いたゲームになっているわけですけども、それぞれのねシーンのシナリオごとにこういうね組み合わせたあの場所を作るわけですね。今回こういう場所があって、こういう地形があって、初期配置はこうなっていて、でドイツ軍はここまで攻めれば勝ちとか、アメリカ軍はこれを防ぎきれば勝ちみたいな、お互いのテーマはまず決まってるんですね。で勝利条件がそれぞれのシナリオごとに決まっていて、あとはカードゲームですね。で、しかしこのカードのところにですね、デッキ構築になっているので、まず手番のところで1枚出して、1枚お互い出したやつでイニシアチブが決まるので、どっちが先手後手か決まって、先手後手困るんですよね、これね。そこでいいカード使ったらその後しょっぱいですからね。先手後手が決まった後、新しい自分の兵士たちを補充するもよし、動かすもよし、射撃するもよしと。ただし射撃の部分に関してはこっちの不屈のノルマンディは比較的ベーシックなサイコロになってるんでね、もうそこの大図運は十分にあるということがあって、ガチガチの戦略っていうのところに関してはワーチェストの方がちょっとしっかりしてる感じがしますけど、やっぱこっちはねそのサイコロ運射撃ですからね、本当にね遠いと当たんねえんですよね。近ければ近いほど補正が入るので当たりやすくなるわけですけども、その辺ところがあって、まあこちらもかなり好まれたんじゃないかなという気がしますね。今年の夏頃にはこれのですね、アフリカ戦線部門のね、新しいバージョンも出るんで、私もしっかり予約してますけども、アフリカ戦線なんていうのも出るので、いや、こちら不屈のノルマンディもなかなか
いい作品だったし、楽しんでいただきたいな。これは日本語版難しいんじゃないかなと思ったりしますが、まあ大した英語書いてるわけではないので、もうカードにほとんど言語依存ありませんからね。そいつの名前とできるアクションっていうのが書いてるだけなので、まあ、あとはシナリオのところもざっくり読めばできるぐらいなので、言語依存が非常に少ないゲームなので、こちらの方もワーチェスト同様、いや私もねウォーゲームなので昔も喋りましたけど、ウォーゲームはちょっとなと思ってすごい気にしてたんですが、いやいやそうはもったいない、それで気にするにはもったいないっていういいゲームでしたね。こちらワーゲーム部門の方では不屈のノルマンディが受賞しておりました。でそちらもうここはさらっとですけど、ポッドキャスト部門ではこのヘビーカードボードのところのですね、このねよくタイムラインとかで私も見るんですけどね、このゾウさんのチャンネルのところが今回のポッドキャスト部門の方では受賞されていましたね。まあ、なかなか古い英語ですからね、私もたまに何回かなんかすごい気になるテーマの時聞きますけども、なかなか日本人で聞いてる方少ないと思いますが、国内でもねこうしたアワードとかがねなんかうまくできるといいですよね。でそして一番最後ですね、ボードゲームアプリ部門ですね、ボードゲームアプリ部門の方ではスルーザエイジズのですね、これの拡張セットの方ですね、まあ、こちらですね、こちら拡張セットの方の新しい指導者と脅威の拡張という方の方が受賞されていましたね。これ私も持っていてですね、まあ、私この拡張の方はまだちょっと勝てなかったんですけども、オリジナルの方はしばしばプレイしておりますが、iPad なんかでね、まあ、タブレットの方がいいと思いますね。これスマートフォンずっと画面ちっちゃいんですけどね、タブレットの方でプレイしたりしていますけども、今見てるバージョンだともうフルフル日本語化されているので、まあ、非常にプレイしやすいということになってましたね。まあ、画面もこんな形になってますからね、このカードのね、あのロチェスタータイプのですね、ドラフトでピックアップしていって、それぞれの自分のところの指導者だったりですね、まあ、発展系のカードだったりですね、もちろんセブンワンダーのね、ワンダーカードだったりするのを取っていきながら自分のところを発達していきましょうということで、もともとスルーザエイジそのものっていまだにあのボードゲームギークのランキングだとベスト10の中にずっと入ってるっていうすごいゲームなんですけども、まあ、ワンプレイが非常に長いっていうことと細かい処理をややミスしやすいっていうのはまあ大元からあって、まあ、しっかり言えばもちろんできるんですけども、こちらの方がこのアプリになって、まあ、ちょっと通勤できるんですね。もちろんワンプレイはそこそこ長いわけですが、いろんなところ自動処理してくれたりするので、これは確かにボードからですねこう自動化されていて便利かなということと、まあ、ちょっとやりたいなというところあるんですよね。ただこれ人数揃えてね、インストもすごい大変なので、こっちが取れるかなりしっかりしているので、まあ、こちらの方がアワードに輝いているのもな、まあさすがだなという感じがしましたね。個人的には Steam の方でね出てましたテラフォーミングマーズもね、あれもアプリなんですけども、あれも相当いいんじゃないかなと思ったりしますが、まあこちらのアプリ部門の方では今回はスルーザエイジの拡張セットというのがアワードに輝いておりました。はい、というわけでね、駆け足の方でねご紹介してまいりましたけども、ボードゲームギークのね主催しますゴールデンギークアワード2019をですねご紹介させていただきました。まあ今回ねウィングスパンがまあ本当に強かったびっくりしましたけどね、8部門制覇ということになりましたけども、その他のところもね、まあ、ざっと見る限りでも普通のノルマンディとかねありますし、タイニーフォーミングマウスみたいなプリント&プレイみたいなのもありますので、まあ、それぞれの部門のところでね気になるものがあればですね、それぞれこのねまあ自粛ですけどね、今はね、まあ、これが終わった時にでもですね試してみてもらえばいいんじゃないかな。もうほとんど私今回ご紹介したほぼ全て、プレイしておりますし、ほぼほぼザ・ゲメガイチャンネルの方でもご紹介しておりますけども、どの作品もですねいやなかなかいいゲームじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今回ですねゴールデンギークアワード2019についてですね速報の形でご紹介させていただきました。ザ・ゲメチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。